多久市出身の画家、池田学さんの個展が、佐賀市の佐賀県立美術館で始まりました。おそらく私が探開し幕たにの先立ち、は、およこの店そに250おそ人らをく招待10した年開場前式が行われまのした。3期の画家です。僕の中では、僕はただただ自分で好きに絵を描いてきただけなんですけど、こうやってたくさんの方に協力していただいて、応援していただいて、そしてこのような素晴らしい展覧会を開くことができたのは、自分の力ではなくて、本当に皆さんのおかげだと痛感しています。そしてまたアメリカで、海外で作品を描いていると、どうしても自分の目の前のことしか見えませんが、その見えなかった先に、これだけ多くの人たちが応援してくれてたんだなっていうのと、こんだけ多くの人たちが僕の作品を待っててくれたんだなっていうのと、そうですね、僕、本当に育てていただいたこの佐賀で、こんだけ大きな展覧会を開かせていただけるなんて、本当に幸せだと思います。僕が今いるのも、この佐賀の皆さんのおかげだと思いますし、佐賀の風土のおかげだと思いますし、全てのルーツだと思います。これからもそのことを忘れずに、とにかく一つ一つ自分のできる範囲で頑張っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。本日はありがとうございました。池田さんはペンを使ったリアルな筆使いと、物語性のある壮大な画風で、国内外から高い評価を集めます。今回今初までのの大作規模な品個の展と中あっで、て、3美術ファンが佐賀県内外から大勢訪れました。池田学展は3月20日まで開催されています。観覧料は1200円、高校生以下は無料です。